今日も古くなった桜の木を切り倒すということで、ちょっとチェーンソーに、新しい刃、これこの前買ってきたんですけども、これ新しい刃です。こっちか。これかな。これがまるっきり新品の刃の形状です。これがまるっきり新しい刃ですけど、この前はもう本当に昨日処分した刃はほとんど減ってなかったので全く残念でした。この前専門の業者さんが言ってましたけど、このプレートがもう買った時のまんまなので、古くなるとやっぱり外れやすいと、チェーンが外れやすいということを言ってました。ですからもうこれ買ってから1回も変えてないので、まあそのせいで余計外れるということもあるのかもしれません。昨日ちょっと壊した時に、ひょっとしたらこのプレートに傷がついているのかもしれません。なんとなくこうちょっと回した感じがこの辺に違和感があるような気がします。まあただこれが回転しているうちに違和感がなくなることもあるので、ちょっとやってみたいと思います。
ここに紅葉してますけど、新しい桜の木の芽が出ているので、これを伸ばそうと思います。この桜の木は私が物心ついた頃から綺麗な花を咲かせてくれていましたけれども、ここ最近はもう花が本当にほとんど咲くことがなくなってしまって、老朽化かなりしてきて枝も落ちてきたので、切ることとしました。どうもありがとうございました。奥飛騨酒造の初緑というお酒をお供えしました。マンダ、芯はしっかりしとるわ。このどこの幹もさ、すごいね。せやろな、せやと思うよ。私らではもうどうしてもやれんもんで、この苔が蔓延してまうけど、まあ苔は取ればええんやと思うけど、うん、まあええんじゃない、時代交代、世代交代、うん、これ生きとるも新しい芽が出とる。まあ花があまり咲かんってことはしょうがないな、うん、まああんだけの動物なんてこんかってるし、これすごいよ、ね、見た目な、まあ、いいんじゃなくて、うん、あれも伸びてくるし。
やはりこちらの大きい方のマキタのチェーンソーは刃を変えたばかりなので本当によく切れました。でこちらの強力のチェーンソーの方刃を見ていただくと分かると思うんですけど、多分半分ぐらい、こちらのチェーンソーの刃の半分よりも小さくなってますけど、これは刃を研ぐうちにこんな小さくなってしまいます。ただこれよく切れるのでまだこのまま当面使いたいと思います。これはアラカシの木で、これは種から育てて、自分で苗にして植えた木です。今日は妻のアドバイスを受けながらこの木の剪定をしたいと思います。低くしてもらうことはいいんやけど、この辺を切ってもらうか、もうこっちの板を切っちゃう。1本切ってもいいけど、うん、1本切ろうか、うん、こっちやるね、どっちを切るって。そうやな、こっちを残して向こう切るか。枝振りはどうやね、上の、まあ、どっちも、まあこっちを残した方がいいな、しようと、うん、なら大きい方で切って、うん、小さいやつで枝切る、うん、
これは。うん。まあ、残りとくか。あいつ塗っとくわ。うん。で、こういう細かい枝を取るなら取ったほうがいい。うん。枯れちゃうなったらどうしたこれはつなぐだ。俺でも硬いし。これらは。いらんか。落ちるよ。これいらんろ。どれ。こいつや。まあ、ちょ、はよ。ようわからん。アドバイスをしっかり大事でお前と。お前の指示で。これは。これは。どれ。ここらは。その縦伸びとるやつのことはようわからん。しまったな、こいつ切ってもらったで。これいらんか。どれ。どれ。これは。切ってしまったな。あ、そうに切れとるんか。うん、そりゃもう、ちっと落とさなしゃあないろ、お父さん。うん。うん、これもいらんど、早くてくれ。うん。これは寒そうなるけど、これいらんやろ。寒そうなんだけど。ちょ、剪定バットもいい。この上をさやけど、こなして伸ばすんだよ。違う違う、ほんでどっかでお父さんの気に入る高さで、その芯が止めてもらえて。上で切るってことか、うんうん、例えばこういうこと、こういうとこで切るってこと、そうそうそう、あと、うん、その向こうの2本も取った、これはもう汚い。ちょっとここを微妙やで、ちょっと上手に切るから、これ残りでああやって切ったのがいいな、竹切りをこの間の、うん、ああやって持ってきてくれ、
い。あとこの巻き込んどるやつな、枝もあれ、いる剪定ばさみで、あれがもう手で全部ぶしょれるようなやつだったんだから指示してよ、どれやつ。これはなんかいっぱい見つけるよね、こっちで取った方がいいよね。なんかこれはおかしい、これ切った方がいいよね。この辺これ残ってる。これいらんやん。これ切る。そうね。先生がどうしようって言ったら俺が困る。これ切るわ。だいぶすっきりした。うん、ね。まあ二三年構わんでもいいじゃない。あの下屋さん、切ると寒そうなつまむな、この枝。これやろ。多分下へ下がる枝は切るんやと。下がる枝は多分切るんやと思うけど、でもなんかあまりにもちょっと様子を見る。今度、玲子さんが来た時も聞いてみ、うん、どれをあと切っていいか。切りすぎたなんて。まあ、また出てくるしね。道路の方から見ると、ちょっとさっぱりしすぎましたが、こちらから見ると、自宅の方から見ると、まあまあな出来栄えかな。全体的にすっきりしました。今日庭木の剪定をした木は、まあこんな感じです。これだけあれば3日や4日は、あの薪ストーブが炊けるので、まあありがたいです。無駄にはしない。資源を大切にですね。
この斧で割りたいと思います。難しいよこれは。これは無理や。これは無理やな。まあ気はできやな。こんだけこれは無理や、絶対無理や。
ですよ、まだ。これはあの広葉樹ばかりなんですけど、こんな感じで広葉樹積み上げてます。それからこれは眩しすぎる。こちら側が主に杉ヒノキです。今3列目をちょっとやってますけど、これから、多分この小屋が杉ヒノキで、いっぱいに埋まってしまいます。まあこれだけあれば何十年、10年はこれだけ作れば10年ぐらいは使えます。今日も青空です。